はようございます。ショコラでございます。土屋さん、本日は12月の29日でございます。道路も比較的空いておりますね。まだスーパーも開いていないので、皆様おせち料理なんかの準備はスーパーが開店してからでしょうね。さあ、私はどこに向かっているのかと言いますと、仕事に向かっております。休みたいよ。31日は休みを取りました。ですがもう1日から仕事でございます。もうね、自分のその仕事の管理能力のなさにため息しか出ません。以前の動画で僕は言いましたけれども、人それぞれ平等に与えられているのが時間だというお話をどっかの動画でちょろっと言いました。だから24時間っていうものはどんな人にも平等にあると。で、その中で僕は YouTube っていうものをすることになって、テレビを見るっていう時間を削りました。なのでほとんどテレビは見ないです。休憩時間にこのナビのテレビを、つけてみるぐらいですかね。ただその時間にやってるのって大体ワイドショーだったりするんで、ニュースを見ている形なんですけれども、私のその24時間の中にゲームという時間がですね削られてしまっております。知ってました？皆さん、プレステ4ってね、インターネットのオンラインゲームをするにあたって月額料金が発生します。ちょっと浅はかな知識で購入してしまったっていうところもあるんですけど、12月、まあ、11月もですね起動していないので勝手にそのお金が取られております。もったいない。しかもいざじゃあつけようって思った時には、本体のまずアップデートでしょ。で、どうせソフトのアップデートもあるんですよ。だからゲームまでなかなかたどり着かない時間があるから、じゃあ編集しようとか YouTube 見ようってなったらまたやる気がなくなっちゃう。で、僕は 3DS のモンハンも買いましたけど、モンハンもずっとハンターランク2で止まっております。で、こうたまにね休みを作ってるんです。休みを作ってるんですけど、じゃあその休みどうやって使うんだっていう話になったら、まあ寝ますよ。爆睡します。寝て起きて時計見て、いやちょっと待てよと、今日休みじゃないか、じゃあ思いっきり寝ようっつって思いっきり寝るでしょ。で、思いっきり寝て取りだめでもしようかなと思って椅子に座ってカメラの電源をつけるんですけど、なんかこうね寝すぎたせいで頭痛いんですよ。で、頭が痛いとね、なんかこう何喋っていいか分かんなくなるから、ダメだ取れない、後で取ろう、でまた寝て、で撮ろうと思った時にはまた2時3時で、ちょっとこの生活はいかんという次第でございます。ああ、いつもの駐車場に着いてしまいましたよ。いつもの駐車場でバックしてますよ。バック完了です。はい、パーキング、サイドブレーキ、シートベルト外す。ではまた明日、ショコラでした。電源切る。鍵を抜く。事務所の鍵を開ける。うん。疲れました。ショコラでした。